はい、どうもゆうたです、本日は TC2000 でございます、去年ぶり、まあ、1年ぶりぐらいかな。で、いろいろまあ仕様変更してきたんで、まあね、今シーズンはね、1秒台を入れたいなというのがあります。で、まあ、単純に軽量化、デフ、足で、タイヤの特性も変わってるんで、まあ、直線スピード、ボトム、まあ、いろいろ多分どの領域でも限界が上がってくるとは思うんですけど、まあ、なるべく直線で稼げるのが一番手っ取り早いんですけど、まあ、あとはコーナリングをね、リアデフが入ってるんで、まあ、押し出す力も曲がる力もあるんで、まあ、そこの変化をちょっと感じながら。で、アライメントの方も結構、まあ、TC2000 向けというか大きいコース向けなんで、まあ、そこをちょっとどれだけこの仕様変更後初で乗りこなせるかっていうところだと思うんで、とりあえず1秒で、今シーズンもう一回走るんで、そこで新品04に行くんで、まあ1秒フラット、あわよくば0秒台行きたいなと思います。で、あとこちらケミテックさんの添加剤、冷却水のね、防水被膜強化とか消耗力硬化強化、防腐性強化、高回転時の水温安定と熱吸収性、放熱性の向上、まあ多分冷却水温が下がる、上がりにくいっていうよりはすぐ冷えるとか、まあそういったような効果だと思うんで、ちょっと一発走ってみて残りの3周でちょっと効果がどれぐらい変わるのか、ちょっと今回はこちらを試してみたいと思います。で、これ色、青と黄色があるんですけど、別に性能は変わりないです。クーラントの色のためにあの色がついてるんで、そちらは問題ないですね。はい、一応まあ走行回4回走って、まあウェットが1回と、ほぼあのエンカルトウェットみたいなハーフウェットが1回で、ドライが2回の状態で、まあこのぐらいの減りです。まあそんなにいいコンディションのタイヤとは言えないんですけど、ちょっとこれで頑張ります。
本目なんですけど、見てください、1分1秒882、すごいだろうやったぜ。まあ運転してる感じ、え、これで1秒8なんだっていうぐらい結構車も落ち着いてて、でまあ久々に1年ぶりの TC2000 なんで、まだまだいけるとは思うんですけど、まああとどこ詰めるかっていうと、まあまだブレーキは多分もっと奥までいけます。であとダンロップの入り口が結構ねオーバースピードになってしまって、ずっとアンダーっていう感じなんで、そこをもうちょっとブレーキ使った後に曲げれるブレーキができればいいかなと感じですね。あと最終コーナーももうちょっと突っ込んで、まだグリップもいけるかなという。で最高速がね去年と全く変わってないんですよね。なんでちょっとねこれはおかしいなっていう気がするんで、まあ2部屋の立ち上がりなのか最終コーナーのブレーキが速すぎるのかどっちかだと思うんですけど、はい。あとこちらが、まあ、一番速いクラスでの今ランキングなんですけど、まあ、1秒台僕だけというね、ちょっとぶっちぎりをいただいておりますんで、もうちょっとねあの1秒前半ぐらい、まあ、1秒5切りたいですね。はい、頑張ります。今ね2本目が終わったんですけどね、ちょっとタイム伸びず で一応ねセクター1とセクター3は、更新してます。一応11秒019っていうね11秒切れそうな時もあるん で仮想ベストをつなぐと1秒740になるんで、まあ、1秒7ぐらいはちょっと出したいなという感じです。でちょっと2回目慣れてきてしまったせいで結構突っ込みがちになってしまってるんで、出口がアンダーでちょっと厳しい感じです。踏みたい踏んでもちょっと外膨らむっていう、まあちょっとタイヤのグリップが落ちてきたのもあるかもしれないんですけど、後半セクションで、であとは、ちょっとね小雨がねポツポツ降り始めてて、ちょっとそれも精神的に良くないのっていうのもあって、いろいろね重なってちょっと落ちたんで、でね Today's トップタイムが1秒881で1秒882なんですよ僕で出したの。うわーこれちょっと一番時計賞を今日狙ってたんですけど、ちょっと知り合いのエボの方なんですけど抜かされてしまったんで、なんとか勝ちたいんですけど、ちょっと焦る気持ちはねあんまりいい方向に走りが繋がらないんで、落ち着いてねちょっと行こうと思います。
カン君です。カン君久々じゃない動画出んの。そうだよね。カメラマンで。いやー、3ヒート目。なんとか1秒9は出てるんですけど、なんかね、進入を頑張りすぎちゃって、どこのヘアピンも。アンダーが結構強いんで、もうちょっとブレーキして曲げてから踏む、それを意識すればなんとか伸びそうな気がするんですけど、はい。でね、1秒734というね、コンマ1ぐらいでね、一番時計賞っていうのをね取り損ねてるんで、いやー悔しいな。一番取りてぐらいまでは出ることになるんで、まあいい収穫ではあったかなと。でクタクタのタイヤでね、最後ピックアップも多くなってきてる、コンディション悪い中、まあ25秒前半出たのはいいかなと。でセクター2に関してはやっぱりね、ダンロップからの 80R がとても苦手で、あと2ヘアもちょっと苦手なんで、で最終コーナーは絶対アタックしてる時は11秒0っていうのがねコンスタントに出てるんで、まあそこは評価していいところかなと思います。で最高速がやっぱり去年も 175.6 台6だったんで、軽量化の意味が全く効いてないですよね、最高速に。なんでまあちょっとなんでだろうなっていうのはあるんですけど、まあね、来月またありますんで、次は本庄サーキット行こうかなと思ってて、まあ、42秒前半は去年43秒4かな、なんで1秒ぐらいはタイムアップしたいんで、ちょっとね頑張っていきたいと思います。であとそう、冷却水のやつに入れたんですけど、あのもう2周クーリングするだけで、サーモスタットの温度78度ぐらいまで一気にもう下がる。一周でももうちょっとクーリング入れるだけで80度真ん中前半ぐらい行くんで、かなり優秀です。マックスの最大水温っていうのはあんまり変わんないんですけど、落ちるスピードがもうとにかく速いんで、やっぱりクーリング入れればすぐ次走れるんで、そこはもうかなりいいかなと思います。あの性能が回復するっていう添加剤なんで、まあもう1年ぐらい効果伸ばしたいなっていう方はぜひおすすめなんでやってみてください。はい、という感じで以上です。で、あ、そう、最後にちょっとね、あのこれ 見ても、まあ、見てもらいたいんだけど、また最後にライバルエボちゃん
1分0秒995とね、もう1バンド継承は確実にもう夢で終わりました。はい、という感じで以上です。